今日これからやるワークショップはちゃんとした名前がついてるわけじゃないですけども、式で、即興的に、たくさんの人数の人が演奏するワークショップです。でこのやり方はもともとはブッチ・モリスのコンダクションを僕は元にしてるんですけども、とはいえブッチ・モリスのコンダクションはものすごく複雑なサインの体系なんですが、私のはなるべく簡単にして、楽器のできる人できない人プロフェッショナルもアマチュアも、子どもも大人も誰でも参加できるようなすごくシンプルな形にしてます。で今日はこのメンバーに向けてやりますけど、メンバーが変わればやり方も変わって、式も同じサインもあるんですけど、その時の状況によって変えるサインもあります。ということで早速やりたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、まずは好きに音出しましょうか。めちゃくちゃ大きな音出しましょう。せーので、こうやったらもう出します。せーの。はいはいそんな感じ。こうやったらとりあえず終わりましょうね。次、こうやったら終わり。あとやめやめって言ったらやめてください。1番っていうサインは短い音でパンっていうアタックのある音出します。振り下ろしと同時に手がここの位置に来るくらいで音が出ると嬉しいかな。パンって感じ、バッチリ。そんな感じ、いくよ。最高、いいと思います。じゃあせっかくなので大きく振ったらでっかい音、ちっちゃく振ったらちっちゃい音でいきます。大きく振ります。バッチリ。次、振るたんびに音程とか音色とか雰囲気を変えてください。音程が変わらない打楽器とかの人はなんかニュアンス変えてくれればいいです。いきます。素晴らしい。うまくいかない楽器はうまくいかないままで大丈夫です。面白くギャグにしてください。これ1番です。次5番、これ長い音です。長く音が出る管楽器みたいな楽器はバーッと音出してくれていいし、ギターとか、打楽器みたいに、短い音しか出ない楽器はブルルルとかトレモロでガラガラガラってやってください。ちょっと出してみます。せーの。バッチリ。じゃあこれ何回か振りますので、振るたんびに音程変えてみましょう。いきます。バッチリ。今止めたけど今度つなげて音出します。こうやってこうやったりしますね。いきます。すごい、みんな何回もやってるような感じでうまい。では今1番と5番やりました。その次はどうしようかな。指刺された人が音を出すっていうのをやります。このピストルみたいなマークを出したら、この指が自分の目の前に通った時だけ音を出します。これはブッチ・モリスさんがヒューマンパーンって言った、サインですけども、自分のところに来た時だけ音を出します。だからもし自分のところに止まったらずっと音を出しててください。いいかな。いきますよ。
バッチリバッチリです、今みたいに指さされた人ずっと音出しててくれていいし、その時に別の人にサイン出したらそれやってください。こうやったらいつでももう好きにやっていいっていう意味です。でその好きにやるはめちゃくちゃやってもいいし、誰かやってる人に反応してくれてもいいです。自分で考えてください。今もうだいぶやったね。これと1番と5番とこういうサイン。次は次どうしようかな。今日はちょっと変わった人が2人いるので、4番って出したらこの2人にしようか。何があってもこの2人がやるっていう。何やってもいいですよ。4番。何の説明もしなかったですけど、このサインが出たら続けてくださいです。このサインが出たら真似してくださいっていうサインです。真似は好きにやってもいいし、好きに真似てもいいし、ユニゾンでもいいし、アンサンブルでもいいです。続けてください。すいません、ずっと続けてね どうしようかな。だから例えばこうやって後ろの岡部さんにこうやってサイン出したら、全員に真似のサイン出します。ワン、ツー、スリー、フォそうそう、そんな感じ。アドリブいきましょう。元に戻ります。ワン、ツー、スリー、フォー。
フォしようか。全体でなんとなくレゲエっぽい気がする。これの真似いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォースリー、フォー、スリー、フォー、スリー、フォー、2、3、4。ありがとうございます。何の説明もちゃんとしないで今どんどん進みましたけど、今やった際に説明しますと、これが続けてくださいっていうサインです。今やってることを続けてくださいです。それから、これは真似してくださいっていう、ブッチ・モリスがやっぱり、あ、ジョン・ゾーンかな、これはジョン・ゾーンがやっていた真似してくださいっていうサインですけど、ユニゾンでもいいし、とにかくアンサンブルで噛んでくれればいいっていうサインです。それから今何やったかな、あ、こうやったらこっち側だけとか、こっち側だけとか、それで今やってることを一番でバンってやったらリセットするというか、まあアクセント入って止まるっていう感じ、これも止まるっていうサインです。あと何やった、これ前にやってたのに戻る、あ、戻るだ、そうだ、前の前に戻ってくださいっていうサイン、すごい、かようにあんまりやってる本人も覚えておりませんこういう感じです。それから4番は今日だけの特別サインで、なんていう楽器なんですかそれ。シャウティングチキン、本当本当、シャウティングチキンのサインです、これが。じゃあみんなにも出したらシャウティングチキンをやってもらおうかな、やれる人はシャウティング、そうそうそう、あ、いけるね、シャウティングチキン。4番シャウティングチキンサイン、5番が長い音、3番はリズムを出してくださいっていうサインにしましょう。でこれは全体に出して1、2、3、4ってやったらなんかそのビート出せばいいし、個人的に出したら自分で好きなビートを出してください。例えば大家さんに3番のサイン出すと何が起こるか、どうぞ。
いな感じですね。もうやること大体やったかな。これ指差しサインもやったので、これでほぼ全部かな。全部やりましたね。ノイズってサインもたまにはやろうかな。げんこつが出たらノイズです。振り下ろしたらノイズになります。ノイズの解釈は自由でいいです。いきます、せーの。
ワン、ツー、スリー、フォだいたいを全てやったんですけど、この続きがあります。指揮やりたい人やろうか。ここからが本番です。今前座で僕は温めてただけなので、これからいろいろなことが起こります。任せた。大阪から来たから4番
毎回こんな感じで、温めた後に、やってもらうんですけども、今子供というかお子さんがやったけど他にやりたい人、おお、行きましょう行きましょう行きましょう。未成年は一通りやりましたがね。お、やりましょうか。一人くらいプロの方で、後列ナッジナッジチームの方で誰かやってみたい方いますか。岡部さん行きますか。
もう一人くらい、もう一人くらい誰かやりません。ワークショップ大体いつもこんな感じで、前半は僕がいろいろやって、温めたところで、一般の人に出てきてもらって、一般というかまあ子供が手を挙げる人多いんですけどこんな感じ、でこれのワークショップの多分コツは、なんというかもう最初からこういう方向に持ってこうって思わずに、もう出た音でどうにかするっていう、多分関根麻里さんもうそうだったと思うんですけど、陣屋くんがあのビートを出した時にそうきたかってなってそんなゆっくりなんだみたいな、そしたらもうそれを無理して早くさせるとかじゃなく、あれで対応したじゃないですかっていうふうに、やるのがコツで、なんか自分の音楽をそこでどうにかしようとかって思わないのがコツです。だから指揮者が全体をコントロールしようと思えばできるんですけど、実際はそうしない方が面白くて、自由なパートを与えてその出てきたものでどうにかする。で特に楽器が上手い人はいいんですけど、楽器があんまりできない人はこういうところで大体こう尻込んでしまうので、その人たちにチャンスをなるべく与えて、で必ず面白い音を出すと思うので、そういう人でもしたらそれ捕まえてみんなでそれを広げていくっていう風にやっていくと、多分面白くなるんじゃないかと思います。特に指揮はお子さんがやると大体面白いだよねっていうような感じで、もうそろそろ時間になってきたので、最後にちょっと一発いろいろやりましょうか。はい、じゃあ行きます。全員でいきます。Thank you.
ワン、ツー、スリー、フォらしい素晴らしい。